うわ、ちょっと待って。反応しないんだけど。Seiken Music for Seiken TV。いやー参ったな。やっぱダメだよね。ダメだよね。うーやっちゃってるよ。ここのところずっとフェラーリ乗れてなかったので、ちょっと久々にエンジンかけとこうと思って、今駐車場来て、乗ろうかなと思ったら、うんともすんとも言いません。全然。ピーって言って普通開くんですけど、どのボタンも反応しないし、で、入れたのはいいんですけど、エンジンスタートボタン、まあ無理かなと思ったんですけど、案の定無理で、一切反応しません。これ、まあ簡単に言うと、いわゆる、バッテリー上がったってやつですよね。多分。新車で数回しか乗ってないんで、故障するってことは、まあ、ないと思うんですよ、普通は。ないと思うんですけど、ここのところちょっとね、ずーっと撮影とか編集で忙しくて乗るタイミングがなくて、フェラーリってバッテリー上がりやすいんですよ。なので納車の時に言われたんですけど、基本的にはできる限り常に充電しといてくださいって言われたんですよ。で、これどういうことかっていうと、普通の車充電とかってまああんまりないと思うんですけど、もちろんまあ電気自動車とかだったら、常にね、電源ケーブルつないで充電しとくとか、最近のまあ新モデルだとそういうのも結構出てきてますけど、それこそ、スマホ充電するみたいに充電しとくんですよ。で、このフェラーリの F8 も実は充電器ついてて、後ろに充電するとこあるんですよ。ケーブルつなぐところがあって、それで充電しとくのが一番いいんですけど、まあそうでない場合はどうしてもこうバッテリーが乗らないと減ってきちゃうんで、時々エンジンかけて少し走って、充電しとくっていうことが必要なんですけど、うちマンションの駐車場なんで、まあ平置きではあるんですけど、充電ケーブルつなぐとこないんですよ。本当にバッテリー上がるっていう。いやもう参っちゃったよね。もうどうしようもないよね。はい、ということで一旦部屋に戻ってまいりました。で、こちらご覧ください。これはですね、いつもここで充電してあるんですけど、そう、ポータブルバッテリー。例えば停電してしまったとか、そういう緊急事態の時に備えてですね、うちはこのアンカーのポータブル大容量バッテリー、これいつも充電してあるんですけど、フェラーリポータブルバッテリー大復活作戦。これでなんとか充電できないかなと思って、試してみようかなと思ったんですよね。もう一回車のとこ行ってやってみたいと思います。はい、ということで今アンカーのポータブルバッテリー持って車に戻ってきたんですけど、で、あとはですね、このフェラーリに積んである専用の電源ケーブルとそのポータブルバッテリーを接続して充電をしてみるっていうことなんですが、その充電ケーブルがですね、ボンネットに入ってるんですよ。で、そのボンネットが開かないんですよ。フェラーリの場合はですね、前がトランクルームになってるんですね。フロントの部分のボンネットのところが、トランクルームになってて荷物が入るんですけど、バッテリーの充電器もそこに入ってるんですよ。で、このボンネットがですね、全部電子ロックで、開けらんないということに気づきまして、よく考えてみたら開かないわと思って。ま、終了ってやつだね。いや、もうできることないでしょ。だってもうしょうがないもんね、だって。いや、ボタンは押せないし、もうね、充電器、ボンネットの中だし、いくらポータブルバッテリーを持ってきたところでね、そのケーブルがなければもう、充電のしようがないということで、プロの業者さんを呼ぶしかないですよね。それしかないと思います。結局ですね、正規ディーラーさんの方に、ちょっと車が動かなくなってしまったんですが、ということでご連絡したところ、まあおそらく状況を聞く限り、バッテリー上がりでしょうと。いうことで、これから専門のスタッフの方が来ていただけることになりました。はい、ということで専門のスタッフの方に来ていただきました。作業スタートです。エンジンかかるといいね。これでエンジンをかけるそうです。ちなみにめっちゃ重いな、これ。バッテリーそんなところにあるんですね、これ。そうです。これはちょっとここなんすよ。はい、F8 は助手席の下にバッテリー搭載ということで、作業しづらい場所ですね。なんか電気が来たっぽいな。おーおーおー、窓が動いた。
もうこれで電気は来てる状態ということですか。そうですね。おお、すごい。やっぱりなんかあれですかね、コンピュータ的にエラーとか出ちゃうんですかね、これは。あの、多分おそらく出ると思います。出ますよね、はい、そうですよね。これはエンジンかけるときは2つつなぐという。おそらく多分結構な電力かかんないですね。なるほど、ほぼもうゼロってことですかね、完全に。そうですね。なるほど、最終的に3つ使うということですね。これでかかるといいな。行きますね。お願いします。やりました。いやー、来ました、来ました、久々の起動です。はい、ということで彼は無事工場の方へ旅立っていきました。いやー、それにしてもエンジンかかってよかったー。もっと時間かかるのかなと思っても、さっと鍵開けてもさっとあそこで外してケーブルつないでジャンプスタートですよ。ただあのめちゃくちゃ重いバッテリー3つ使ってスタートしてたんで、おそらくエンジン始動時にものすごい電力を使うんでしょうね。で、少しの間エンジンをちょっとこうかけたままの状態で安定させて、それから今出発されていきました。やっぱプロは違いますね。安心感が違う。今日作業していただいた方 もうパーカーのここにフラーリのエンブレムが入ってたんで、まあ安心ですよね。めちゃくちゃ慣れてましたね。はい、ということでご覧の通りフェラーリ F8 復活しました。ありがとうございます。今回ですね、正規ディーラーさんの方で一通り点検と作業をやっていただいたんですけれども、今回やっていただいた作業内容はなんとバッテリーの充電以上です。まあ、今回動かなくなった原因としてはただのバッテリー上がりです。大変お騒がせいたしました。まあでも大きな故障とかなくてよかったです。で、今回バッテリーが上がってしまった原因としては、まあ長いことエンジンかけてなかったのでバッテリーの充電が全然できなくて上がってしまったと。まあフェラーリあるあるらしいです。やっぱりまあ車が車だけに毎日乗るような車ではないので、なかなかこう仕事が忙しかったりするとちょっと乗れなかったりして、でバッテリー上がっちゃったりってことはよくあるそうなんですよね。で、今回はですね、ディーラーさんの方でバッテリー充電をしていただいて無事 100% まで復帰したということで、よかったです。あのバッテリーすっからかんになっちゃうと、なかなかもう元の 100% まで復帰できないっていう話をよく聞いたりするんですよ。バッテリーが消耗しちゃってなかなかフルまでもう戻らなくなってしまうっていう話もよく聞くんですけど、まだまあさすがに新しい車ではあるので車で戻ったのかなと思います。今後バッテリー上がらないためにどうしたらいいのかっていうことを聞いてみたんですけど、一番いいのはやっぱりコンセントに挿しておくこと、充電を常にしておくこと。スマホかよって感じなんですけど、そうらしいんですよ。ただそれが無理な場合は、まあ2週間に一遍でいいのでエンジンをかけてください。ただエンジンかけてるだけで走らないと意味がないっていう風に言われたりするんですけど、この F8 の場合は大丈夫だそうです。エンジンかけてアイドリング状態にしとくだけで、アクセル踏まなくても充電されていくってことでした。で、最後になるんですけど、今回かかった工賃はなんと0円です。無料です。まさかの無料。駐車場まで来ていただいてエンジンかけていただいて、さらにレッカーで運んでいただいて、ディーラーさんの方で点検とバッテリー充電、ここまでやっていただいて無料ということで、本当にありがとうございます。サービス抜群で、もうありがとうございます。さすがフェラーリ。はい、ということで無事スイちゃんフェラーリ復活して本当に良かったです。皆様大変お騒がせいたしました。それではガソリンでも入れて帰りたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。 輝きを秘めるものよ僕らは。